三浦彩子は、日本の女性作家。北海道旭川市出身。旧姓、堀田。結核の闘病中に洗礼を受けた後、創作に専念する。故郷である北海道旭川市に、三浦彩子記念文学館がある。1922年4月25日に、堀田哲春時佐の、第五子として、北海道旭川市に生まれる。 両親と九人兄弟姉妹と共に生活した。1935年に妹の陽子が養成する。1939年、朝日川市立高等女学校卒業。その後歌市内長、朝日川市で7年間小学校教員を務めたが、終戦によりそれまでの国家のあり方や、自らも関わった軍国主義教育に疑問を抱き、1946年に、 退職。この頃、肺結核を発病する。1948年、北大医学部を結核で休学中の幼馴染、前川正に再会し、文通を開始。前川は経験なクリスチャンであり、三浦に多大な影響を与えた。1952年に、結核の闘病中に、小野村臨蔵牧師より洗礼を受ける。1954年、 前川死去。1959年に、旭川英林局勤務の三浦康生と結婚。康生は後に、あや子の創作の口述筆記に専念する。1961年、主婦の友募集の第一回、夫人の書いた実話に、林田律子名義で、太陽は、再び没せずを投稿し入選。翌年、主婦の友新年号に、 愛の記録入選作として掲載される。1963年、朝日新聞社による、大阪本社総監85年、東京本社75周年記念の1000万円、検証小説公募に、小説、評点を投稿。これに入選し、1964年12月9日より、朝日新聞長官に、評点の連載を開始する。この、標点は、 1966年に朝日新聞社より出版され、71万部の売り上げを記録。大ベストセラーとなり、1966年には映画化された。また数度にわたり、ラジオドラマテレビドラマ化されている。ちなみに、日本テレビ系、番組、商店は、この頃、ベストセラーであった、商店から題名を取ったと言われる。1996年、 北海道文化賞受賞。結核、脊椎カリエス、心臓発作、体状方針、直腸癌、パーキンソン病など度重なる病魔に苦しみながら、1999年10月12日に多臓器不全により77歳で亡くなるまで、クリスチャンとしての信仰に根ざした著作を次々と発表。クリスチャン作家、音楽家の多くが彼女の影響を受けている。 2014年、彼女の名にちなんだ、三浦綾子文学賞が設立された。2014年10月に三浦恒生が死去し、その遺言により、夫妻が生活していた自宅は三浦綾子記念文化財団に寄贈された。2016年2月、三浦綾子記念文化財団は三浦家家屋検討委員会を設置して、自宅の保存と活用を協議したが、 現地保存は維持管理や費用面から難しく、全面移築にも多額の費用がかかるため、書斎などを三浦綾子記念文学館に移築して保存することとなった。これとは別に、1961年から1971年まで、暮らした旧宅の一部が、ワッサム町に1999年に移築され、塩刈峠記念館として公開されている。 彼女は将棋を愛好していたため、2001年より、出身地旭川にて、三浦綾子記念子供将棋大会が行われている。彼女が好んだお菓子は、札幌聖火の札幌名物沖縄饅頭や、森永聖火のビスケットマリエに、無塩バターを塗ったものと、染色工芸家の木内綾とは、出身地が同じということもあって、家族ぐるみで多年の信仰があり、 名前の、あやが共通することから、東のあやに、西のあやと呼ばれていた。三浦は木内から送られた、いう過料式の着物を内外問わずいつも着ており、帰って機内に間違えられたこともあるという。彼女の夫となった、三浦康成は、肺結核で亡くなった幼馴染の前川と非常に、要望が似ていた。彼女が初めて、康成と出会った時、 死んだはずの前川が生き返って、目の前に現れたかと思うほど驚いたという。このエピソードは、彼女の自伝、道あり行きに詳しい。ありがとうございます。